BMSG が最初からやってきたのは世界に通用するボーイズグループを作ること、スカイハイ。株式会社 BMSG 代表取締役 CEO、スカイハイ以下 BMSG が9月21日から23日の3日間神奈川、K アリーナ横浜にて大規模フェス、BMSG フェス24を開催した。全所属アーティストが出演し、 各日昼夜2回の全6公演が開催された2024年は、BMSG フェス史上最大規模となる12万人を動員。本フェスのテーマソングのために限定結成された、アイル・ザ・ショータ率いる、BMSG マリン、スカイハイ率いる、BMSG スカイ、ノーベル・コア率いる、BMSG ガイアの3ユニットによる各楽曲など、 バラエティに富んだ全41曲が披露されたアイルザ・ショータ率いる、BMSG ・マリン・スカイハイ率いる、BMSG ・スカイ、ノーベル・コア率いる、BMSG ・ガイアまた BMSG フェス開催中には、各日一つずつサプライズ発表を実施。初日となる21日夜公演では、スカイハイより東京ドーム貸切のスポーツイベント、 BMSG プレゼンツザゲームセンターの1日限定開催を発表。2日目となる22日夜公演では、BMSG ポッセが12月に初のオムニバスアルバム、タイオイズム Vol.1 をリリースすること、さらに同作を引っ下げて12月11日に東京、豊スピットにて初の単独公演、BMSG ポッセプレゼンツタイオイズムを開催することを発表。 そして最終日となる23日昼公演では、スカイハイより B、ファースト、マゼルに次ぐ3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト、サードボーイズグループオーディションプロジェクト、ザラストピースが始動することが発表された。スカイハイは、BMSG トレーニーのルイ、タイキ、カノンと共にステージに立ち、 BMSG が最初からやってきたのは世界に通用するボーイズグループを作ること。そしてそのためにやってきたことはもちろんトライアンドエラーの繰り返しで、何もかもがうまくいっているわけではないけれど、俺らがやってきた、俺らが生きてきた道は間違いではなかったということを、絶対に彼ら、ルイ、大イカノン、は証明してくれると思うし、 デビューをつかみ取って最高に輝いた姿を見せてくれると思うから、ザラストピースを応援してください。と、新たなオーディションプロジェクトにかける思いを熱く語り、会場に応援を呼びかけた。本オーディションプロジェクトには、すでに BMSG の育成生として各種メディアで活躍する類、大器、カノンをはじめとする BMSG トレーニーが参加するほか、一般公募にて候補者を募集。 本オーディションプロジェクトや一般公募に関する詳細は、オフィシャル HP や BMSG トレーニーの各種 SNS から追って発表される。オーディションプロジェクト概要、名称、サードボーイズグループオーディションプロジェクト、ザラストピース、一般公募期間、2024年11月1日から2025年1月31日。予定、フォトバイ田中幸喜太郎写真事務所、畑里氏。 言葉井田中幸喜太郎写真事務所、旗里市リリース情報2024年12月月リリース予定 BMSG ポッセアルバム、タイオイズムボリューム1、イベント情報 BMSG プレゼンツザゲームセンター、11月26日、火曜日東京、東京ドーム11時30分、18時30分、ライブ情報 BMSG ポッセプレゼンツタイオイズム12月11日、水曜日東京、 トヨスピット、BMSG プレゼンツザゲームセンター公式サイト https コロンスラッシュスラッシュ手ゲームセンター .jp スラッシュサードボーイズグループオーディションプロジェクトザラストピース公式サイト https コロンスラッシュスラッシュテラストピースオーディション BMSG. 東京 BMSG トレーニー SNS オフィシャル XQ ツイッター https://x.com/slash b m s g t r a i n i n g o f f i c i a l i n s t a g r a m h t t p s w w w i n s t a g r a m c o m s l a s h b m s g t r a i n i n g officialtiktokofficialyoutube b m s g o f f i c i a l s i t e h t t p s bmsg.tokyo/slash